試合は大阪ガスのキックオフで再開する形になります。大阪ガスのキックオフキッカーは22番の清家、関西大学出身。そのスーパースターズリターナーは15番と22番が配置されました。磯野スーパースターズリターン、果敢にも右オープンを突っ込みまして、リターナー16番、自陣30ヤード付近の攻撃位置を確保しました。22番清家海人選手のキックオフで試合再開。磯野スーパースターズリターナー16番花木俊介選手、リターナー16番は花木、岐阜大学出身のプレーヤーです。チャット内のメッセージありがとうございます。ケンケンケン様、磯野への応援メッセージ非常に嬉しく思います。ここまでは大阪ガスのチャット応援が多かったので、磯野の方の応援メッセージもどんどんお願いしたいと思います。磯野スーパースターズ自陣31ヤードからのファーストダウン点、さあまずランプウェイから入りました。しかしキャリアは7番、これはしかし大阪ガスのディフェンス陣殺到しまして、ゲイン1ヤードにとどめています。磯野のキャリア7番は赤岡でした。南山大学出身。磯野スーパースターズセカンドダウン9、ボールオン自陣34ヤード。パス成功。クォーターバック18番、左に展開したワイドレシーバー4番にパスを通しまして、約5ヤードのゲイン。パスを取りましたのは4番の一野でした。岐阜大学出身。磯野スーパースターズサードダウン3、ボールオンは自陣40ヤード。ナイスラン、ファーストラン、何バック27番ハンドオフを託されまして、右中央付近の突破、はい、オフェンスラインの隙間をすり抜けるようにして攻撃権更新を果たしています。磯野スーパースターズファーストラン、見事攻撃権更新をしました。ランニングバック27番は東、京都工芸繊維大学出身。磯野スーパースターズファーストダウン10、再びランプ、今度はランニングバックを25番の宮部に変えました。ディフェンス殺到しましたが、その間すり抜けまして約2ヤードのゲインに変えています。スーパースターズランニングバック25番、記憶定かではありませんが、先ほど攻撃権更新した磯野スーパースターズ21番の東は、昨年まで X3愛知ゴーデンウィングスに参加しておりましたランニングバックだったと記憶しております。磯野スーパースターズセカンドダウン8、ナイスラン、ファーストラン、ここでオプションプレーによってピッチを受けましたランニングバック22番左オープンに展開、ディフェンス群がる中サイドラインを駆け上がりまして攻撃権更新を果たしています。磯野スーパースターズファーストラン、素晴らしいランを決めたランニングバック22番は今井、金沢大学出身。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。クォーターバックでクイックピッチを受け左オープンへボールを展開。13ヤードほどゲインしファーストダウンを獲得。アメリカンフットボールは前パスは攻撃の開始点より後方より一度だけと制限がありますが、後ろパスは攻撃、守備、リターンチームいずれの選手がやっても構いません。
運ぶように投げるトス、投げ渡すようなピッチ、これらを駆使して後方へのパスを投げるシーンも注目ください。磯野スーパースターズ相手陣40ヤードからファーストダウン10。磯野ここでドロープレーにより突破を図りました。パスに見せかけ裏をかくようにランプレーを投入しましたが、これを大阪ハス54番がタックルしましてノーゲイ。素晴らしいタックルで阻止しましたのは大阪ハスの54番の選手です。素晴らしいタックルでした。54番は寺本でした。磯野スーパースターズセカンドダウン10。パスは成功。右に展開したワイドレシーバー15番へのパス、しかしこれは大阪ガスも、ね、狙うようにディフェンスが一気にインターセプトを狙いました。しかしこれを競り合いながらキャッチしまして約6ヤードゲインを果たしています。1対1の強さが際立っております磯野スーパースターズ。そのチーム名に恥じない素晴らしい活躍を各選手見せております。磯野スーパースターズ相手陣34ヤードからサードダウン4。さあ左オープン展開は果たしてどうだったでしょうか。27番東のランプレー、果たしてどのような形になっていますでしょうか。わずかに攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。磯野スーパースターフォースダウン、ファーストダウン獲得までは残り1ヤードはありません。磯野フォースダウンインチ1ヤードありません。しかし攻撃権更新に必要な距離が残っております。ボールオンは相手陣31ヤード付近にセットされました。ここでホイッスルが鳴ります。チームタイムスロースーパースター後半1回目、磯野ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。後半1回目のチームタイムアウト、この1ヤードないわずかな距離を果たしてどのように攻めるか。ここで一旦作戦を取るためのタイムアウトを入れました。さあどのような策を講じたでしょうか。磯野スーパースターズ相手陣31ヤード付近からの攻撃に入ります。磯野スーパースターズフォースダウンインチ、プレーを選択します。フォースダウンギャンブル。さあ前進できないと攻守交代になるこの状況、どのようなプレーを持ってくるでしょうか。フルバックのダイブプレー、さあパワープレーに出ました。さあ判定はどうか。攻撃権更新ファースト。磯野このインチの距離、ランニングバック86番の突進力にあって攻撃権更新としました。ギャンブル成功ファースト。見事攻撃権更新を果たしました。そのスーパースターズ86番は神田、姫路工業大学出身。これより攻撃権が更新されまして、磯野スーパースターズ相手陣29ヤードからの攻撃に入ります。磯野スーパースターズファーストダウン10。ここでホイッスル。
ファウルマークは反則だった模様。イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。オフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーを始めないと5ヤード抜体となります。従いまして磯野スーパースターズ、5ヤード下がりましてファーストダウン、やり直し、ファーストダウン15の状況で試合再開になります。ボールオンは相手陣34ヤードとなりました。磯野スーパースターズ、ファーストダウン15。クォーターバック18番、パスターゲットを探しながらスクランブルに展開しました。クォーターバック18番、田中健選手、結果的に約5ヤードのゲインを奪っています。クォーターバック18番は田中、岐阜大学出身のプレーヤーです。磯野スーパースターズ、セカンドダウン10、ボールオンは相手陣30ヤード。パスは成功、しかしナイスヒット。ここで左にいましたワイドレシーバー10番にパスを投じましてゲインはしています。しかしこれを大阪ガス24番も素晴らしい反応で阻止しております。ゲインは1ヤードにとどまっています。タックル受けながらキャッチしましたのは磯野スーパースターズ11番の松永、四日市大学出身。しかし仕留めました大阪ガス24番は渡辺、大阪体育大学出身のプレイヤーです。渡辺正人選手がタックル1ヤードの点で止めております。磯野スーパースターズ、サードダウン内、ボールオン相手陣29ヤード。ここでランプレーを投入しました。ダニバック25番、ハンドオフを託されまして中央突破。しかしわずかに攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。再びフォースダウン、1ヤードない残り距離となっています。フォースダウンインチ、キャリア25番は宮部、北海道大学出身のプレイヤー。さあフォースダウンジャンプに入ります。磯野スーパースターズ、前進できますでしょうか。大阪ガス阻止できるでしょうか。QB スイーク、クォーターバックそのまま自ら体をねじ込みました。滑り込むように入りまして攻撃権更新です。磯野スーパースターズ、ファーストダウン、ギャンブル成功。磯野スーパースターズ、フォースダウンの攻撃。ここで最もリスクは小さい、しかしクォーターバックそのものを投入するクォーターバックスリーク、見事に決まりまして攻撃権更新です。磯野スーパースターズ、相手陣18ヤードに入りましてのファーストダウン10。クォーターバック18番、プレッシャーをかいくぐりましてワイドレシーバー4番にパス、これを4番に通しまして約8ヤードのゲインとしています。見事なステップワークでパスを投じましたのはクォーターバック18番の田中、岐阜大学出身、取りましたワイドレシーバー4番1の岐阜大学出身のプレイヤーです。そのスーパースターズ、相手陣9ヤードからセカンドダウン2。残り9ヤード、さあこのランプで抜けていく、タッチダウン。ここで投入したのはランプレー、ランニバック22番、ハンドオフを受けまして左オープンを疾走、相手ディフェンスを縫うように走り抜けまして、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。磯野スーパースターズ、6点を追加となりました。そしてタッチアウトのワンプレー、トライフォーポイントに挑みます。
チェック成功、1点追加。磯野スーパースターズ20点、大阪ガススカンクス6点となりました。さあこの後半第3クォーター、得点を挙げたのはリードをしていました磯野スーパースターズとなりました。大阪ガス、さあこの14点差となりました状況、打開図れるでしょうか。試合は第3クォーター、残り2分9秒となっています。その得点を挙げました、そのスーパースターズのキックオフで試合再開となります。これに対しまして大阪ガスはリターナー25番と89番を配置しました。ただいま得点を挙げました、そのスーパースターズのキックオフ。25番は藤原、大阪体育大学出身。89番は松本、関西大学出身のプレイヤー。それに蹴り込みますのはそのスーパースターズの1番の美濃浦です。さあ大阪ガスリターンに入るが、さあここでトラブルが発生しているようだ。判定はどうなったでしょうか。ここで負傷者が発生しているようです。レフリータイムアウトも入っております。キックしたボールを一旦大阪ガスはリターンに入りました。しかしこのリターン中にファンブルが発生。ファンブルをしたボールはどちらが抑えるかによって攻撃権が決まります。抑えましたのは磯野スーパースターズでした。従いまして磯野スーパースターズの攻撃となります。従いまして攻撃権は磯野スーパースターズ。これを反撃の糸口と戦闘大阪ガスリターンで、リターンは相当な気合を入れて突破を図りましたが、その際にボールファンブルを発生させてしまいました。この隙を逃さず磯野スーパースターズが抑えまして、磯野攻撃継続という形になります。磯野スーパースターズ相手陣26ヤードからの攻撃に入ります。磯野スーパースターズファーストダウン10。ここでオプションプレーによりランニングバック27番にとピッチをしまして、左オープンを使わせました。27番タックルを受けながら約2ヤードのゲインを果たしています。東直樹選手左オープンプレー。キャリア27番は東、京都工芸繊維大学出身。ゲインは3ヤードに訂正します。磯野スーパースターズセカンドダウン7、ボールオン相手陣24ヤード。ゲイン2ヤードに訂正します。セカンドダウン8。中央へのプレー、しかしここでイエローフラグ、反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらにあったでしょうか。宮部裕二選手の中央ランプレー、ここでファーマーが反則が球よ。膝から下へのヒットをディフェンスチーム大阪ガスがしました。このプレーは非常に危険なプレーなため重大な反則として扱われます。本来の反則としての罰則は15ヤードですが、残り距離が少ないため、その残り距離の半分の距離を失う形の罰則となります。しかし攻撃権はリセットされ1回目の攻撃に変わります。
従いまして磯野スーパースターズ大きく前進しファーストダウンを迎えます。これにより相手陣9ヤードに入りまして磯野スーパースターズファーストダウン2ゴールの状況に入ります。残り4回でこの9ヤード突破を図ります。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。ここで大阪ガスにオフサイドの反則がありました。ボールが動く前に相手エリアに侵入したという反則です。また侵入した際に相手選手に接触しましたのでこの時点で強制的にプレー終了となりました。残り距離の半分のバッターを受けましてファーストダウンの繰り返しという形になります。従いまして磯野スーパースターズ相手陣5ヤードからファーストダウン2ゴールとなります。さあまず中央へのランプレーを投入しました。ここでしかしイエローフラッグ反則が発生しています。キャリアは27番の東でした。ただいまの発足監督は大阪ガススタンプスにスポーツマンらしくない行為、ディフェンス側にアンスポーツマンライフコンダクト、スポーツマンとしてふさわしくない行為がありました。いわゆるラフプレーがあったという判断です。この反則は重大な反則として扱われます。反則ありました地点に進んでのファーストダウンという形になりました。これにより磯野スーパースターズ相手陣2ヤードからファーストダウン2ゴールとなります。27番ハンドオフを受けまして左オープンに展開、一旦中に入ると見せかけそこからカットバック切って左オープン、無人の荒野を走るようにエンドゾーンに駆け込んでタッチャー。磯野スーパースターズ6点を追加となりました。磯野スーパースターズトライ4ポイント、そして磯野スーパースターズトライ4ポイントに入ります。キック成功、1点追加、磯野スーパースターズ27点、大阪ガススカンクス6点となりました。この第3クォーターのその終わり間際になりまして大阪ガスのその乱れをついたような形で磯野さらなる加点を重ねていっております。その磯野スーパースターズのキックオフで試合再開となります。さあこのキックオフのシーン、大阪ガスは状況打開を図れるか注目しましょう。大阪ガスリターンに入ります。
大阪ガス自陣25ヤードを超えたあたりでボールで落とし、この時点からの攻撃という形に変わります。ここで第3クォーター終了となります。第3クォーター終わりまして、大阪ガススカンクス6点、磯野スーパースターズ27点、磯野スーパースターズ3タッチダウンリードという状況になりまして、最終クォーター第4クォーターに移ります。